はい、魔女っ子大作戦続きからやっていきたいと思います。前回終わっての次のステージ私見てなくて、まだマップ7ですね。誰が敵なんて来てないわ、味方にいるんだろう。でももうなんか出尽くした感、どうだろうね。何ここ都会ビルありますけど、敵5体ね。あ、誰がいんのあれ。とりあえずサリーさんは出します、強いんで。あ、待って、でもたまるやつこことそことそこか。サリーさんと、あ、テコいる、テコトコララベルね。召喚 8? ララベル全然出せる。ララベル、アッコさん、アッコさん、あとこの2人かな。でもチャッピーもありだね。チャッピー行く？チャッピー行こうか。チャッピーと私が好きな人これでどうでしょう。なんかめっちゃ多いんだけど今回。あなた方がメグさんとナオスさん？ああ、そうだけどあなたたちは？私たちも今回の事件を調べているの。よかったら力になってほしいの。そう。だったら大賛成よ。こちらからもお願いしたいわ。ねえ、ノン。なんか強そう。ね。悪いけど私には賛成できないわ。どうして？仲間が多い方がいいじゃない。それは優秀な魔法使いだったらなしでしょ？弱い者がどれほど集まっても足手まといになるだけよ。すごいわ。ちょっとノン。あら、違ったかしら。だったら私に勝ってみなさい。そこまで言われたら仕方ないわ。え？ハニー？ごめん。待って、ハニーダメ。あのね、変身をして。え？嘘でしょ、ハニー。あなた変身しなければただの一般の女性よ。待って、負ける。負ける。これってやばくない？大丈夫？あ、よかった。どう？これで分かったでしょ？そうね。先に言っていれば、じゃあ。え？待ってよ。負けたから仲間にならないとかそういうことはないよね。え、泣いちゃうよ、私、そんなのだったら。許せない。ねえ、ララベル、そう思わない？ね、パンチしてやりたいよね、なんかね。変身すればこんだけ強いんだけどな。そうなんだよな。で、トゲニシアさんどうしますか？もう一人出せたりする？出せるね。じゃあおばあさんを召喚します。えって感じでしょ。おばあさん、おばあさんね、あっちの踏むやつをちょっと取りに行ってもらおうかなと思って。じゃあこれで、うわ、レベル9、ちょっと強くない？うわ、苦手。うわ、やばいね。普通に苦手な敵がめっちゃいるんだけど。あ、そう。弱いやつもういないの？あ、いないわ。
ガンダムもいるもん。さすがに難易度上がってきてるね。不安。メグマジ突っ込むのやめて、本当に。ね、結構今突っ込むのね、バカタレ状態だから、ほんと突っ込まないでほしい。よくないと思う。どうしよう。そこおばあさんに行くから、こっち行こうか。レベル上がるかな、正直。ちょっと不安だよね。でも多分召喚するのは弱いのいるでしょ、さすがに。初手出てきたやつらは、ちょっともうハニーと、かでちょっと潰しにかかろう。ね。じゃないとやばい。ライドンはね、まあ、ギリだよね。だいぶ一気にもらえるんじゃない？いいね。メグ突っ込まないで、本当に。私は行きます。こいつ嫌なのよ、なんか発光してて。プープー、いった、はぁ、あ、ストレートに交通事故じゃないのよ。ちょっと飛ばないでよ。いった。あの人ちょっと嫌じゃない？全然ダメよ、もう倒せない。こっちも飛ばないときついわね。飛んでやりましょう。この野郎、届かなかったわ。でおばあちゃん乗れるよね。はい、こうか。一旦こうかな。誰か出そっか、そこのために。誰がいい？召喚に必要なの多いな。あ、もうじゃあ分かった。テコ。テコじゃない？テコに何ができるのよって言われたら分かんないけどね。まずいな。これも長引くね、多分。相当長引くと思う。飛ぶのやめなさい。絶対飛ぶのマジでやだ。死にそう。こっちが。よくないな。次のターン回復ね。嫌な感じ。嫌な感じ。なんだっていうの？
もうなくなったの痛い。マジか。どうしよっかな。メグ本当に命知らずだよね。ね、命を無駄にしないで。あの、飛べるんだ。待って、まさか車に引かせる作戦？でも死ぬな。あのね、痛いじゃないのよ。降りなければいいの、降りなければ。あ。ねえ、降りなければよかったんだけどね。まあ終わったよね。どっちか。危ない。こっちだよな。行きます。痛いっつってんのよ。終わった。やっぱマハリクマフなんだよね。やっぱね、そうだよね。73しかないんでしょ。潰せないかな。待って、死にそうになったら逃げようね、本当に。ご利用者アタック、やばい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 。やばい。ふう。死ぬ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 。ダメだ、やっぱ調子乗るってよくないわ。7って。回復。よし。乗れない。とりあえずあっちで。こんなもんかな。はい。ちょっと多くないですか、敵。うわ、クソ。うわ、クソだ。その減らし方、マジ嫌い。いや、もうさっきはよくもやったわねって感じよ。来なさいよ、ほら。よし、ゴリ押し。結局ゴリ押し最強なんだよねって。すごい飛ばすじゃん。うわ、なんかやばいね。どうしよう。いや、でも落とせなんか、まあ、前回誰が落としたんだっけ、このガンダム。マジでガンダムじゃん。
まあ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 、マジで二人に頼りきりだな。でも許して強いんだもん、冷静に。パンチ力が強く使わないね、パンチも多分ね。うわ、嫌なのばっかり来るじゃん。うわ、ついにおばあちゃんすることなくなった。そっち行くぞ。ってなるとだよ。そっち取らないといけないのか。あ、乗れない。ちょっと待ってよ。乗れるんか？テコは乗れるんか？乗れんのかい？あ、怖いな。で、これ誰？いけんちゃうの、チャッピーでも。行ったろ。強気じゃない？でも飛べるよね。え、飛べたよね。飛べたっけ？飛べるよね。よしよしよし。これチートじゃない？いった。あ、飛ぶ、当たるんだ。バンダイだ。バンダイの看板がある。素敵。飛距離短いなね、飛距離が短いわ。まあでもこれでも経験値になりますから。そうね、飛べる組は飛んでれば経験値もらえると思えばありだよな。車この野郎え、車一番ムカつくんだけど車を倒したい、なんなら。んで、こいつそんな強くないと思う。飛んでりゃ当たんないので。いったマハリ君、マハリタ、全然余裕。うん、問題こっからやな。どう立ち回ったらいいだろうか。とりあえずボスを倒せるのはもうサリーかハニーだと思うのね。ハニー飛んでんのよ。わかんないんだけど、なんでだよ。そっちばっか当たってずるいぞ。いった、全然ダメだった、ごめんなさい。ちょっと車に怯えちゃった。でもこいつはサビで倒さないとな。どうしようもできないからな。ライド多いね。テスラ今思うとクソ弱いな今思うとね、出てきた当初はすごい強かったんだけどね。はい、届かない。
おばあちゃんがここ乗って、彼女がここに乗って、53か、挑むか、うん、ダメなら回復ね。あとちょっと、よし。いい勝負しすぎね。こうで、こうじゃない？いけるかな？ハニーでも別にいけるよね。ハニーさ、あれが伸びたらいいんだけどな、あの技の距離。何が起きたの今結構一大事だったよ。で、ちょっと一旦回復を入れたい。動いてないの？あ、そっか。移動ができるのね。特殊。メテオ。え、えぐ。え、えぐ。ね。全然大丈夫だと思う。だってメテオしたもん。当たったんだけど痛い。やっぱ融合してる顔が。あと敵何体？ 1,2,3？でも3なら、まあまあまあ、なんならここで一気に倒すし、うん、いけるねこいつ油断しないようにね。あんま油断するとちょっと痛い目見るかもしれない。全然平気だったわ。あと残、なんか、いるの弱いね。てか、敵マナゼロ？お疲れ。うちは大量に補充するわって。いいね。彼女はもう乗っとこ。はい。ハニーいけるよね。なんかやばい。 HP が思ったより減ってる。はい、でんでるでんでんでん。一気にいけちゃうんじゃないこれ。
いけた。何こいつ。え？やばい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 。え、強いぞ。マジか。うわ。え、強いこいつ。マジ。結構絶望かも。うわ、何ちょっとそれ、トゲニシアさんが弱いと思って挑んできたの？許せないんだけど。彼女はね、ビジュアル系なのよって。あなた上がってこれるわけ？ここまで。ふん。引かれなさい。いや、上がってきた。ごめんなさい。ひぃー。車アタック。やばいやばいやばい。いって、生き残ること、それが大事よ。行くわよ。生き残ったわよ。経験値くれ、経験値。8。もっとくれ。300超えるから、ちょっとハニーを一旦回復させよう。それでなんとかだよね。400いったわ。ハニーで落とせるかな。んかすごい強かったぞこれ。ハニー負けたら結構罪だと思う。こいつ落としたいな。でも調子こいて挑んできたやつできれば、ちょっと、なんか2ぐらい残して、っていうのが理想なんだけど。なんか死にそうなんだけど。どない？意外と厳しいかもしれない。21でしょ。なにこれ。でも HP10 しかないんだよな。だから、車に引かせよう。車に。どこ？いたわ、ビクション。いないくねと思っちゃって。ああ、ダメだった。ごめんなさい、経験値を上げたかったんです。全然上げれなかった。やるわね。潰そう。惜しかったよね、でもね。その問題はこっからよ。
待って、きついきつい。は、ほぼ動けねえんだけど。うわやばい。どうしよう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 。戦える人、戦える人、戦える人、戦える人。ルンルン。ルンルン。今からで間に合うんだろうかっていう不安がありますけど。チャッピーいけるかな。車がね、意外と走らないのよ。OK。うわ、怖っ。あと3でしょ？やばい、2だって。2って、よう耐えてるよね、逆に。その耐え具合はすごいと思う。困りました。2でしょ。飛んでれば勝てる。当たらない。当たらない私。大丈夫。はい、ブーン。ほら車よっしゃ。最低な勝ち方、本当に魔法少女。よくないかもしれない。事故死っていうね、イメージ悪くなるよね。お、いいね。レベル5か。ちょっと彼女に頑張ってもらうことになるかもね。そうだね。ルンルンも急いで。よし。ちょっと体勢立て直してから行こう。どうせ向こうマナないから、何もできないから。こっちはマナ貯めつつって感じ。一旦ちょっと特殊で回復。いやー、焦った。でもチャッピー育ってくれてよかったな。言うてまあ5やけどね、レベル。まあまあまあ、で先にララベル仕掛けよう。そうだね、1でも減らしたいからね。19でしょ。でもなんか特殊技で落とせないのかなって思っちゃう。ああ消えちゃった。待ってよ。特殊、あ、回復技か。特殊が、なるほどね。これ倒したらね、そのロマンあるよね。あ、いけるんだ、みたいな。
あ、無理。え、ちょっと回復してね、向こう。32って。終わった。最悪だ。え、回復してる。そんなことがあっていいの？違う。あ、メテオってこの手の敵には撃てないんだ。はぁ。え、回復されたらちょっと無理よ。よっしゃ、いった。よかった。ありがとう。よし。ああ、負けたかと思ったよ。本当に。今回ばかりは。でもセーブするよ。はい。よし。マップ8。見とこうかな。1マップ30分以上かかるのやばいね。夜だ。まあ5体ぐらいだよね、多分ね。はい。誰もいない。はい、ということで。まあ、この辺で終わりたいと思います。もう次回はもう、多分地獄かなと思うんですけど。え？誰？え？なんか追加されてる。メグのところの人？マミ。マミ？誰？マミ。え、でも強くね？マナーボール、ヒール。え、強くない？この人。この人に頼ろうかな。ただ召喚に対して104必要なのえぐくない？え？ 104？ へえ。ちょっと次回使ってみたいと思います。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。